はい、こんにちは、ラチです。今回はこちら、芸術家ランキングやっていこうかなと思います。このチャンネルで、まあ、芸術家アーティストたくさんご紹介させていただきました。私の著書、大人の雑学西洋画家辞典でも35名の歴代芸術家のエピソード集をやらせていただきました。そんな風にね、そのルネサンスとかキュビズムとか印象派を代表するようなアーティストをたくさん取り上げてきたチャンネルですけれども、ちょっとここでランキングつけたらどうなるのかというのをちょっとやってみたかったので、今回、動画撮らせていただきます。今回点数をつけたのは私ではありません。点数をつけたのはこちら、20世紀シュルレアリズムの芸術家でありますサルバドール・ダリです。ダリといえば、まあへんてこな奇妙奇烈な絵を描くっていう、印象ありますけれども、実はこの人熱心な研究家でもありまして、今までの自分の前の世代の芸術家とかをめちゃくちゃ研究して、じゃあ自分はどうやればいいかっていうのを打ち出していった芸術家だったんですね。なのでこうルネサンスの時の芸術家とかバロックの時の芸術家を自己分析して、独自のメソッドを使って、じゃあこう点数をつけるなら技術は何点で、テクニックは何点で、で表現力は何点でっていうのをつけていた人だったんですね。で今回そちらの情報をお借りしまして、点数ランキング形式でご紹介できたらいいなと思います。よろしくお願いします。さて本編に入っていく前にですね、一つお知らせがございます。こちらのチャンネル、ラチアートはですね、現在ご視聴いただいている方の8割以上が、チャンネル登録まだされていないということだそうです。ぜひぜひよろしくお願いします。アートね、私も盛り上げたいなと思っています。もしアートが好きだったら、興味があるなっていう方がいらっしゃいましたら、みんなで盛り上げられたらいいなと私思っています。なのでぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速本編入っていきましょう。さて今回芸術家ランキングということですが、評価基準9項目あります。9項目各20点合計180点で付けられています。こちらのオレンジ側は、その9項目の中で言うと、まあ、学校で教わりそうなものをこちら側にまとめました。そして青っぽいのは、まあ、いわゆる私たちが天才芸術家ってこうイメージする、そういう項目を並べています。まあ、技術、技法、テクニックがすごいよ、素描、デッサンがすごい人、真実性っていうのはちょっとどっちに置こうか迷ったんですけども、まあこう現実を描いているかどうかで、色彩感、色の幅とか使い方が卓越しているかどうか、構成がうまいかどうかで、この辺の神秘性、天才、独創、インスピっていうのはね、うん、まああの天才芸術家が持ってそうな、なんか天性の何がしみたいなイメージがあるのをちょっと並べています。各20点180点のランキングが、今回出ることになります。今回はですね、ダリが10名の歴代芸術家を点数つけていますね。最初に断っておきますが、もうこの人たちはすでにあのプロの芸術家の中でも歴史に残るぐらいすごい人たちなので、まあ、なんか私たちの一般の点数でこう評価するのはなかなか難しいと思うのですが、まあ、かなりレベルの高いあのシビアな点数の付け方だなというのをちょっと最初にね、ご紹介しておきます。まあ、点数がつきので、ね、上から下にダダーっと並べてみました。上の4ブロックが特にダリが評価しているもの、そして下の3名の方は、まあ、天性のとかそういうものではなくて、もう本当に努力とか、あの時代背景があってっていう芸術家が並んでいるのかなというふうに思います。この状況から見て、ここのね、ちょっと円グラフを乗っけてるんですけど、この辺からもちょっとわかるように、だいぶ辛辣な付け方をダリがしているんですね。上は180点か150点っていう、もう本当にあの満点に近いような4名が来ていて、で下は50点以下の芸術家です。だからこう
落差が激しいランキングにはなっていますので、皆さんももし自分がこの人に点数をつけるんだったらどうかなっていうのを見ながら、楽しみながら見ていただけると嬉しいです。さて、一人ずつ参りましょう。まずはダリが自分が何点をつけていったのかを見てみます。サルバドール・ダリ、最初にもご説明しましたシュールレアリズムの巨匠ですね。古代妄想、ね、精神病を、テーマにして、そこに着想を得て絵を描いているので、こういうね不思議な絵を描く人ですね。この絵に同点数をつければいいのかが本当にわからないんですけど、ね、ご自身でつけていらっしゃいますので、それ見ていきましょう。180点満点中こちらです。だいぶ高いです。148点ですね。天才とか神秘性が高いのかな、構成力も強いと。ただ自分で色彩感が、ちょっとあんまり強くないなって思ってるのは、確かにダリの絵って赤茶けたとかなんか土色っぽい印象がすごく私強かったので、まあ色幅を全部こう網羅して、その上で配置しているというよりは自分の得意な色があるんだなっていうのが思うので、まあそこがねこの点数についてるのかなと思います。技法12点、テクニック、技術的に12点っていうのは、そうなのか、ダリの技法が12点ってなると、もう私はどうなるんですかっていうところありますけれども、まあそういうランキングがついています。ということで、ダリご本人はこの真ん中に位置するわけですね。どんどん見ていきましょう。天才といえばルネサンスの巨匠レオナルド・ダ・ヴィンチですよ。代表作モナリザ、最後の晩餐とかいろいろありますけれども、まごうことなき天才です。ダリからすると400年ぐらい以前の芸術家です。じゃあこの過去の歴代の巨匠をダリがどう点数つけていったのか、180点満点中こちらです。はい、166点。めっちゃ高い、でもこれはわかりますよね。ダヴィンチ高いはまあわかります。私もね、めちゃくちゃ天才、万能の天才って言われてるくらいですし、独創性、インスピレーション、精神、神秘性、構成、デッサン、めちゃくちゃ高い。それはなんか、納得の点数だったなと思います。ただ一つ色彩感が低いというのは、まあ一つこういう、理由があるんじゃないかなっていうのを思っています。色彩感は、まあ、ダリって今から100年ぐらい前の人なんですね。で、400年ぐらいこうブランクがあるんですよ。で、その間に油絵なのでちょっと劣化しちゃって黄ばんじゃってるんですね。現在の技術ではモナリザって実はこれぐらい色彩豊かだったんだよっていう、こう再現の画像が出ていたりとかするので、あ、じゃあ昔の当時のレオナルド・ダ・ヴィンチがこういう色味を使っていたんだなっていうのを、まあ、知ることはできる。でも100年前のダリは、そういうことが分かんなかったんじゃないかな。なので黄ばんでいる400年前の絵画作品を見て、あれ、レオナルド色幅が狭いんじゃないかって思ったのかもしれないと思って、この点数もまあ納得がいくかなと私は思いました。さて、ダ・ヴィンチがねこの辺に来ているので、まだ上がいるんですよ。どういうこと思って、まあ次行きましょう。じゃあレオナルドは、だいぶ昔の、大先輩の、芸術家だった。もうちょっと、近しい芸術家に点数をつけるとしたらどうなっていたのか、エドゥアール・マネ見ていくことにしましょう。ダリが1904年生まれ、そしてエドゥアール・マネは1832年生まれなんですね。なので、まあダリからするとおじいちゃんぐらいの世代、もっと上かになるのかな、まあ、そのぐらいの、歴史ある芸術家、どう点数つけていったのか、180点満点中こちらです。少な少な、天才が0、真実性が14点です。合計37点ですね。いや、落差激しいのよ。
や、私マネ好きだからもっとあってもいいんじゃないかなとは思っています。でもマネの真実性が高いというのは、まあ納得だなと思いました。で、写実主義って、まあ日本語訳すると写実主義なんですけど、意味的には真実主義、ありのままを描こうと、あの神話的なね、神格化したものじゃなくて、現実に起きていることを描きましょうっていう、派閥がありましたので、まあ、そこから考えるとね、まあ、マネが真実性が点数が高いっていうのは、まあそうなのかなって思いました。まあ、じゃないとね、草上の昼食なんて描けないんですよね。草上の昼食って、まあ、マネのね、代表作の一つではありますけれども、女神でも神様でも何でもない人をすっぽんぽんにするっていうことで物議をかました、作品がありました。それを考えると、まあそうなのかなと思いました。ということで、マネはこの赤い枠に収まることになります。どんどん見ていくことにしましょう。で、次にご紹介したのは、20世紀キュビズムの巨匠です、パブロ・ピカソ。この人もね、まあこう泣く女とかゲルニカとか代表作にありますけれども、まあ点数つけるの難しい芸術家の一人なんじゃないでしょうか。この人をどう評価していいのかわからないと、凡人は思うわけです。私みたいな凡人は思うわけです。さあ、ダリがどういう点数をつけていったのか、180点満点中、こちらです。極端。極端。107点です。インスピ、デッサン、天才、構成が高くって、それ以外が極端に少ないと。そうなのかと。いや、これちょっと笑っちゃったんですよね。いや、確かにこれぐらい奇抜じゃないと20世紀が生き残れないって思うと、まあ納得の点数ではあるかなと思いました。そうは言ってもだいぶ厳しいですよね。技法が9点ですか。神秘性にってもうちょいあってもよくないって思いましたけど、まあでもこれぐらい奇抜な方がピカソらしいなとは、なんか思いましたね。はい、次行きましょう。続いてはこちらです。レオナルド・ダ・ヴィンチが結構点数が高かったので、同じくルネサンス三大巨匠の一人でありますラファエロ・サンティ、見ていくことにいたしましょう。もうこの人はですね、美女描くのめっちゃうまいんです。あとは代表作にアテネの学童っていう、作品がありますけれども、まあ油絵が出てきてだいぶ成熟してきました。骨格、構造を描くのが、だんだん成熟してきた時代に美女描くの上手くなりました。でもまだフレスコが、油絵の前に、よくあっていた、壁画でよく使っていたフレスコ画技法もまだ残っていますよという、時代の巨匠です。ラファエロ・サンティ180点満点中、こちら。高い。高い。いや、これ、ほぼ丸ですね。さっき言った色彩感がこのぐらいちょっと点数が欠けてるっていうのは、まあ、油絵の劣化が来るのかなと思います。ただ、レオナルド・ダ・ヴィンチと違って、ラファエロは壁画で、ちゃんとフレスコ画も結構描くので、油絵とフレスコ画で言うと、フレスコ画の方が劣化が少なかったのかな。だからこうなったのかなって個人的には思いました。皆さんはいかがだったでしょうか。 でもね、評価高いですね、この辺のルネサンスの時代って。まあそれぐらい、秀逸な芸術だったのかなと思います。コストのかけ方も違いますしね、もう今とこの20世紀とルネサンスの時代と、またそういうところもあるのかなと思います。さあ、どんどん見ていきましょう。同じく美女描くのめちゃくちゃうまい芸術家の一人も評価、点数がつけられています。それがウィリアム・アドルフ・ブグローです。この人は1825年生まれ、19世紀の芸術家ですね。先ほどのマネがおじいちゃん世代なんじゃないかっていう話をしましたが、ブグローはそのマネよりも10個上。そのぐらいの時代ですね。ブグローは神話画をよく扱っていました。なので、まあ、この19世紀の時代というのは、宗教絵画、宗教信仰に対してだんだん希薄化していた時代です。まあ、そういう時代感、そういう求められているものがだんだんこう入れ替わっていく時のブグローです。ブグローの、点数が180点満点中、こちら。
ちょっと潰れてるんでね、一個ずつ点数言いますね。技法が11点、インスピが1点、独創天才神秘構成が0点、色彩感が1点、リアル、真実性が15点、これが高いですね。デッサンが1点だそうです。いや、極端。極端。私ね、この真実性が高いっていうのがちょっと意外でした。なんかブグローって、なんか神話画を描いてるとかっていうこともありますし、まあこう、マネの写実主義とはまた対極に位置する芸術家なのかなと思っていたので、あ、そうなんだ。ちょっと意外でした。デッサンもうちょい評価しても良くないとは思いましたけどね。めっちゃ綺麗なのに。点はないでしょうって言ったのが、思ったのが私の感想です。皆さんはいかがだったでしょうか。はい、ということでブグローはだいぶ下の方に位置することになりました。どんどん行きましょう。さて、次はバロック期の芸術家を見ていくことにします。ディエゴ・ベラスケス。バロック17世紀の芸術家です。ダリと同じくスペインの画家ということで、ちょっとね、私はちょっと気になる人の、芸術点数が気になる人の一人です。代表作、ラスメニーラスですね。あとは、ローマ教皇の肖像も描いています。この人はインノケンティウス10世肖像画ですけど、現代アーティストのフランシス・ベーコンもこれのオマージュした作品をつけているので、まあ、既視感がある作品ではないでしょうか、ベラスケスの中でもね。さあ、だんだん傾向が分かってきました。時代が古いと点数が高いんじゃないかと。いうところがね、17世紀の芸術家どうだったのか、180点満点中こちら。高い。初めて色彩感20点になったのがね、ちょっと私気になりましたね。あと神秘性が低いっていうのは、まあマネの時も話しましたけど、こう真実主義的な傾向がベラスケスもあったので、ここが低くてこっちが高いのかなってちょっと思いました。まあでもね、ちょっとなんか点数オーバーしてないとちょっと思ったのが私の感想です。まあでもベラスケス好きなので、ちょっと点数が高いのは私は嬉しいかなと思いました。続いてはこの人です。ドミニク・アングル。また時代の、傾向が変わりまして、この人は新古典主義の芸術家です。世界史で言うとフランス革命真っ只中のフランスの芸術家です。まあ、なので、政治的にもだいぶ混乱していた時代の、人ですね。代表作グランドオダリスクとか、あとは、ナポレオンの肖像もよく描いています。こちらが、皇帝ナポレオンの。すごいきらびやかな豪華絢爛な装飾をしているナポレオンの肖像です。この人点数いくつかというと180点満点中こちら。なんか中間天才ゼロってどういうこと。仮にもフランスアカデミーの院長ですよ。フランスの頂点の人ですよ。その人天才ゼロっていうのはちょっとなんか痛快でありますし、辛辣な点数だなと私は思いました。まあ確かに、アングルがなんでフランスアカデミーの委員長になったかっていうと、まあ先ほども言いましたけど、政治的にも混乱している時代だったので、唐突に白羽の矢が立った人物ではあったなというところがあります。私意外だったのが真実性が高いところだったんですよね。アングルの作品って、あえて骨格をねじ曲げてみたり、骨盤をこう引き伸ばしてみたりね、背骨引き伸ばしてみたり、腕がやたら長く描いてみたりとか、こう湾曲して描いている芸術家だなと思っていたので、ここが高いのは私は意外でした。へえ、という感じですね。はい、ということで、上下を残すのみとなりました。最高得点と最下位。ご紹介していきましょう。こちら2人まとめてご紹介します。一番トップだったのは180点満点中こちら。ほぼほぼ満点です。もう独創が19点っていうところがもう全然苦じゃないぐらいのこの綺麗な声援が出ています。この人誰かというとヨハネス・フェルメールです。
17世紀バロックの芸術家です。そしてオランダ黄金期に活躍した、偉大な芸術家ですね。今年日本に来日した窓辺で手紙を読む女、こちらの作品が修復がようやく完了して日本に来日したということで、現在注目を集めている作品の一つです。代表作、真珠の耳飾りの少女、そして牛乳を注ぐ女がありますよね。まあ、これがですね、最高得点っていうのは、まあ私も納得です。単純に好きっていうこともありますし、17世紀っていうのはカメラがようやく世の中に生まれるか生まれないかの時代だったんです。なので時代感的にもまだまだデッサンが能力が高い、技法の能力が高いというのを求められている時代でもありましたし、ルネサンスと比べると、だんだんこの成熟していった時代、いろんな人たちがもうデッサン、技法、素養がある人たちがたくさんいる中で、歴史に残った人物と考えると、点数が高いというのは私も納得だなと思いました。そういった中でオランダ黄金期ですよ。めちゃくちゃお金がある、そういう土地で活躍した、だから需要もあった、そういう時に活躍した芸術家だったので、こういう点数だったのかなと私は思います。そして残念ながら最下位になってしまいました、ピエト・モンドリアンです。この人はね、ダリーと同じぐらいの時代に生きた芸術家ですけれども、初期は風景画を描いていました。風景画を描いて、なんか点描に近いことをやっていきながら、だんだんそれがブロックになっていって、コンポジションシリーズというのを作っていきました。後にモンドリアンはデステイル運動っていうのを主張していまして、でその新しい前衛的な芸術、抽象絵画というのを押し出していった芸術家でした。この抽象表現、抽象絵画、デステイル運動というのが後々バウハウスにつながっていったとされています。そういった第一次世界大戦のもう本当に世界が混乱していた時代に活躍したのがピエト・モンドリアンでした。モンドリアンの点数がこちらです。はい、アニメーションすらつけられなくて静止画でお届けさせていただいております。アニメーションつけたらですね、この米粒にもなかったんですよ。赤い線が一個も出てこなくて、だいぶ辛辣な点数のつけ方だなと思いました。これがあったのも、この第一次世界大戦とか第二次世界大戦のあたりで活躍したモンドリアンって、この9項目以外の新しい前衛的なやり方っていうのを時代が求めていたので、この項目に当てはまらない別の部分、別の分野で評価されたから歴史に残ったのかなというのが私の見方ですね。とはいえ構成が1点ってもうちょいつけてよ。コンポジションって構成の塊みたいなもんじゃないですか。これがなかったら何主張できんのってちょっと思いましたので、ちょっと辛辣だなとは思いました。さて、ということで、全ラインナップこちらになります。いかがだったでしょうか。皆さんはね、この人こういう点数じゃないとか、この人点数高すぎじゃないっていうのありましたでしょうか。もしね、あったら、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。また今回、ダリが点数つけたのがこの10名だったので、私はこの芸術家が好き、だからこの芸術家に点数つけるとしたらこうですよみたいなのもちょっと試してみると面白いんじゃないでしょうか。皆さんのね、見方もちょっと気になるところではあります。ぜひ教えてください。ちなみにこの10名、傾向がないかなと思って調べてみました。こっちが点数で、こっちが時代です。時代と点数がこう比例しているような感じが私は見受けられました。これは、時代によって
あの全体のこう求められている基準がどんどん変わっていったからこういう点数になったのかなと思っています。ルネサンスの時代は、素描が、能力が高い人、技法が能力高い人、色彩豊かな、ちゃんと使い分けることができる、卓越してできている人っていうのが全体的にまんべんなく満点の人たちが求められていた時代だからここに位置しているのかなと。逆にあの宗教の信仰が希薄になっていったとか、カメラが登場しましたとか、世界大戦が起こりましたとかっていう混乱した時代には、いや、この今回の 9項目とは別の能力が求められてきたからだんだん点数が下がったのかなというふうに私は思っています。そういったこのラインがある中で逸脱してこっち側のね、行ったダリとかピカソとか、あとはフェルメールなんかは、まあ、この時代とは関係なくもっとこう能力が高いとダリが評価した人物だったのかなと思います。まあとはいえね、芸術家に、しかも歴史に残っているプロ中のプロの人たちにこんだけ辛辣な点数をつけるっていうのも、まあちょっとおこがましいところもありつつ魅力的だなと思いました。さて、今回はこれで終わりにしたいと思います。いかがだったでしょうか。こちらのチャンネルいいなと思ったらぜひチャンネル登録と、そして高評価、いいねボタンぜひ押してください。 YouTube 頑張ってます。毎週日曜日投稿してますので、ぜひぜひよろしくお願いします。 Twitter も、毎日投稿してます。番組概要欄に多分 Twitter のリンク載ってるかな、ラチアートで、やってます。よろしくお願いします。それではまた日曜日お会いいたしましょう。それでは、この度本を出版することになりました、大人の雑学西洋画家辞典です。これさ、黄色なんだけどさ、グリーンバックだから全然黄色じゃないっていう。西洋画家に登場してくる35名のエピソード集です。ぜひ Amazon や、お近くの書店でご購入ください。よろしくお願いします。それでは。